沖縄県竹富町の教育委員会は8日、同じ地区では同じ教科書を使うよう求めた文部科学省の指導を受け入れず、中学公民で独自の教科書を生徒に配布しました。教科書は教科書無償措置法で、同じ地区内では同じ教科書を使うよう定めています。沖縄県八重山地方では、石垣市と与那国町が育法者の教科書を使っていますが、 竹富町は保守色の強い育法者版を拒否し、採択権限が各教育委員会にあるとする地方教育行政法を根拠に東京書籍版を選びました。この日、西表島にある大原中学校では、教室で新3年生の9人が新しい教科書を手にしました。 教科書は町にゆかりのある特殊課の寄付金で購入したもので、町教育委員会は違法行為はないとしています。